ドリちゃんです。ケンちゃんです。ケンちゃんです。イクちゃんです。つばちゃんです。僕たちの遊び場そう、きますよ。いいね。仲良くなるためにね、はい、まあ、心理テストでもやりたいなと思って。やったことある？心理テストあんまやったことない。あ、ほんと？マジバレるから。本当ですか？マジバレるからも違うな。マジバレるからも違う。全部合ってるよ。え、性欲が琵琶湖。今を散歩中、あなたは自分がいつの間にか水の中にいることに気がつきました。それは一体どんなところですか？琵琶湖ぐらい。でかすぎあなたのエッチ度が分かります。水の量が多い人ほど性欲が強いです。終わったなお前。琵琶湖レベルの性欲が溢れてるな。ちょっと不安やな。その心理テスト行きました。はい、1問目。ゆうなさんからいただきましたね。あなたの学校に転校生が来ました。その子はとても美形で成績優秀です。しかしその子には一つだけ秘密があります。それは何でしょう？おい、じゃあケンスケ君が一言で。めちゃくちゃ借金がある。おお、あのクヨンシンちゃんのウサギちゃんとつく子みたいな。なんか家でね、家でね。あの家族関係に何ある？うわ、リアルだ。おい、とか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 。僕はじゃあめちゃくちゃコミュ障。コミュ障ね、うん。めちゃくちゃローラースケートで投稿してるんだ。でも学校に着いたらするんだ。そうそう、禁止やねん。なるほどね。あ、ローラースケートじゃん、キックボード。どっちでもやもう。変わらんわ。じゃあ、はい、皆さんからあなたが他人に知られたくないこと。おー、やめろやめろ。やばいやばいよ。俺借金ないって。まああるんだ。ないって。なんか借金までして怒ってもらってるんだ。一括日で借金ありか。ちゃちゃちゃ。えっと、一気が？なんかご両親じゃないつって。家でね。あ、それは本当にいいよね。あ、本当ですこれは。家でやるのは、だってね、トレーニングやから。いや、本当に僕、体あざだらけですよ。いやいやいや、ダメダメ。ズッズーンが、もう掘れないよ、こっから。掘れない、いやいやいや、これおばあちゃん悲しむんでやめましょう。確かに、おばあちゃん悲しむのはやめよう。で、自分が何と思ってるかどうか。全然大丈夫、めっちゃ幸せですよ。はい、目がちょっと幸せじゃないよ、大丈夫。いやいや、やめてください。深掘りしないって約束じゃないですか。スルーでいこう。ゆうたろうが、コミュ障。でも分かるわ、ずっと目見てくれへん。でも、ね、緊張してるとそうやな。いや、なんだろう、分かんない。あんま人の目見たくないし、見れない。あと近い距離感。そう、それはね、未だにある。女子か。女子と男子の、うん、いいよね。どうする、あいつ。え、イクミ、イクミはもういい人だよ。これ当たってます。俺多分小学校の時ほんま下校あるじゃないですか、歩き道具じゃないですか。下校で隠して行ってる。やば、ほんまに俺。ちょっとした問題。これほんまにすごい。はい、第2問。宮山さんからいただきました。あなたは一人で映画を見に行きました。一人分の料金で二人分のチケットが出てきました。あなたはどう思いましたか？感情ってことですか？じゃあ、なんか申し訳ない気持ちになりますよ、ね。うん、なるほど。僕は家族に電話しよう。家族以外とあんま映画見れないから、逆に家族しかって感じ。なんかあったの？久しぶりに会ったらなんかすごいネクラになってるような気がするんですけど。ゆうたろうはいろいろいっぱいあって今前を向いてるから。あ、ちょっと前向いてんならええわ。前向いてんならええわ。応援してるわ。大丈夫。イクミは？俺はシブラッキーっていう気持ちになって、うん、もう神からの恵みと。うん、はい、これいらんでって店員言う。あ、はい、2枚出たでって。これ後ろの子供とかに渡すか。あ、並んでる、これ並んでる棚からぼた餅みたいなものをシェアしたいなと思います。うん、はい、じゃあこれなんだろう、気になる。難しいねこれね。あなたに恋人がいながら別の人に誘惑された時のあなたの気持ちが分かります。あらな、棚からぼた餅や。こいつで最後やん。性欲にはこの棚からボタン。つながった。棚からボタン。おめでとうございます。そうだね、だから、いやもう無理よ、天然の仕様が。まあ結婚したら不倫になりますけれども、その前まで。ちょっと違うな、これ。どう転んでも。どう転んでもダメよ。違う、ね、諦めなさい。違うけど。ヘッドリッピが？いらんから店員さんに渡す。他の人に渡すってことね。一番いらないよ。俺は空いているからもう。もう一緒ですよ。申し訳ない。ああ、だから申し訳ないです。申し訳ないけどいや、申し訳ないんで、もう大丈夫です。ほんまに大丈夫です。でも来んだよ、でも来んだよ。はい、でも来る。うん、大丈夫です。家族に相談するってことなのかな。あ、相談、相談するの。相談なのか、これは。じゃあ、そうじゃない、こういう状況なんだけど、どうすればいいみたいな。確かにな。イクミさんは神からの恵み。お前やってること俺と一緒で。言い方違うだけで。俺はまあ田中のボタン持ちって思って。あ、おもろ。
いや面白い。じゃあ次行きますか。はい。花さんから、あなたはテストで0点を取ってしまいました。それを友達に見られてしまいました。その時あなたは何と言いますか。おお、セリフってことか。じゃあいける人から手挙げて。じゃあトリちゃん。逆にすごない。あじゃあ僕はって言います。笑うの照れ隠し。ずつある。あ、嘘どう考えても嘘じゃない。嘘棚からボタン持ち。まあ一回ぐらいこういうの経験した方がいいよね。見えっぱりだ俺。あ、やっちんぴんっていう。もうあいつよ。ないでこの世の中でそんな気温。これなよ。答えは、それはあ、キスをしているときに相手に待ってくれよ。あれ、これそれぞれやばいね。じゃあ一番やばい、じゃあ家賃ピンから行く。これ一番普通なのかもしれない。いや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 、そこが普通や。イクミヤ君なりの愛情だから、もうずっと我慢してて注意した瞬間、俺たち家賃ピンバカップル。はい、もうこいつ、まあ、楽しそう楽しそう、俺は好きっすよ。好きやな、俺は好きっす。ゆうたろうとかガチっぽい。ゆうたろうなんて照れちゃう。かわいい。照れるガチだ。感じだ。トリムルさんは逆にすごない。何が何を見るもしたいの。俺のキスがってこと。だから こういう感じ見られてるけど、うん、こうやってね、キスキスキスうまい。すごない。トリ、ね、ちゃんキスうまいや。なよお前。お前性欲琵琶湖参加と思ってる。違いがすごい。俺はそうだね。まあ、1回ぐらい来るの経験してるちょっと。やばっ。なんか嫌やな。もうマジで無理。ずつが嘘最悪全然嘘最悪じゃん。いや全然嘘。チャレンジしたけどちょっとダメだったなっていう時は、いや嘘嫌やなこんな男と思うわ。俺思ったなんこいつ。プチさんからいただきました。あなたは雪山で遭難しています。途中で赤い服を着た誰かが現れました。それは誰ですか。あ、もうなんか赤って言ったら有沢が来ちゃった。大好きやもん。僕トリッピだった。え、うん、誰だろうな。さっきおばあちゃんの話したんで、うん、おばあちゃん好き。おお、これもう一人のチーム。なるほどね。なんか赤い服。あ、でも木山の春樹とかかな。なんかしんどいところでもなんかハッピーウェイみたいな感じで。なるほどね。木山の春樹ちゃん。じゃあ見ましょう。答えは。その人はあなたが変人だと思っている人です。しゃっしゃっ俺合ってるわ。まあ有沢だから相当変人ですもん。そうやな、はい、で、ゆうたろうがトリッピーで、俺が自分。でもめっちゃもう僕と真反対の人間だなって。もう俺も変やなって自分思うぐらいで、ケース。まあ俺も木山の春ちゃんだからみんなね、そう思う。まあ確かに一番気になるのはやっぱずつのおばあちゃん。ずつ気まずい。あ、僕おばあちゃんのこと変だと思ってます。なんかよくわかんない電話してくるんですよ。韓国ドラマがすごい好き。お、韓国ドラマの教養をしてくるんですよ。見なさいこれ良かったじゃない。この前なんかそそらそしそそみたいな。え、見てるんだ。いやいや、ゆくりなんで知ってるんですか。でもだからこれでズッツーが見たら感想言い合いたいのな、おばあちゃん。あ、そうだ、共有したいんだ。あ、でも俺のせいだ。いやでもズッツーのちょっとしたところも見えた。いやいや、まだね。でもあの申し訳ないのは俺あと、あ、もうちょっとほっときたかったね。申し訳ないけど多分押されたら言ってただろうね。いやいやいや、もうそしたら置いといて。いさだぞ。そうそう、でも面白いこの回、また違う。面白いですね。何がおもろい心理テスト。いや、どう考えてもおもろい。いや、だってさ、これさ、10年ぐらいしてじゃ、なんか俺が万が一女性関係の不祥事を起こした時、やはりあいつは性欲テロップで出るわ。絶対出るやん、こんなのね。